皆さんこんにちは。大人の簡単ビューティーレッスンみゆきです。今回は商品開発についてご紹介したいなと思います。私はですね、前からずっと自分で化粧品を作りたいなと思っていたんですね。5年ぐらい前なんですけれども、後藤さん、宝くじ当たったら何買う？って言われた時に、いや私は化粧品作るって思ったぐらい、ずっと化粧品作りたいと思ってました。私は前職がドラッグストアなんですけれども、商品部で商品開発部の中にいたんですね。そこではその会社のドラッグストアの中のプライベートブランドである化粧品、健康食品、日用品、いろんな開発をする部署があるんですけど、そこで私はいろいろとその商品開発っていうのを学ばせていただいてました。その時に商品開発とはどのようにして作って、どのように販売してというようなこと、いろいろ学ぶことができたんですけれども、その中でやはり商品を開発する良さもあれば、かなりのリスクが伴ってくるということもいろいろ学んだ中で、それでもですね、会社を辞めて独立をして、いずれずっとこう化粧品を作りたいなと思っていて、実は今それを動かしている最中になります。今までは会社員として商品開発部の中で商品を作っていたり、あとは企業さんから自社の化粧品や健康食品を作りたいので、そのノウハウとしてどういうふうにしていっていいのか教えてほしいというお手伝いをしたりしてたんですけれど、今やってるのは自社で化粧品ブランドを立ち上げようなんてことをちょっと考えていまして、今少しずつ動き始めてますので、今どこでどのように動いているかというのと、商品ってどういうふうにして開発していくかというところですね、お伝えできる部分だけにはなってしまうんですけれども、ちょっと皆さんにご紹介したいなと思っております。商品開発ということで、その商品いろいろあると思います。私だったら化粧品、健康食品とかですし、日用品として生活雑貨とか、ドラッグ業界であれば医薬品、健康食品、ペット用品、衛生用品、まあ、いろいろあります。アパレルの方だったら服や靴だったりするかもしれないですし、そういった、まあ、いろんなパターンの商品開発の中で、まず私がこれから手掛けていきたいと思っているのは化粧品と健康食品です。タイプ別の商品開発なんですけれども、小売業、いわゆる私が前にいたドラッグ業界などではですね、商品開発部にて自社のプライベートブランドを開発します。目的は会社の売上と利益貢献と他社との差別化です。ですので、小売業というのはメーカーから商品を仕入れてお客様に販売するということをするんですけども、その商品というのはどこに行っても売っているとなると、じゃあどこで買おうかなとお客様が選ぶときには、値段で買うのか近いから買うのか、いろいろな買い方があると思うんですけれど、他社との差別化ということであれば、セブン&アイさんのセブンプレミアムとか、イオンさんのトップバリューとか、金のなんとかシリーズが美味しいからセブンイレブンに行って買う、でもそれは他のコンビニさんでは置いていないので、差別化として美味しい、そこにしか売っていないから買う、そういった意味もあります。そしてよく PB という言葉が出てきます。こちらはプライベートブランドと言いまして、自主企画商品、ストアブランドという意味です。スーパーなどの小売店、あるいはデパートのような百貨店が展開する独自のブランド商品を意味する語。一般的に商品の企画や販売を行い、生産は外部に委託することが多い。私がいたドラッグストアの会社であっても、自社で工場を持っているわけではないので、こういう企画を作りました、でそれを作ってくれるところに委託をして作っていただきます。でその他のパターンとしては、企業内での新規事業の一環、自社ブランドを作りたいということで、例えば化粧品とか全く携わったことのない会社さんが、ちょっと新しい企画としてやってみたいなということで、商品を作る部署として皆さん頑張ってくださいということで、今までやったことがないカテゴリーの方が商品を作るというパターンもあると思います。また原料を持っているということで、うちはこれだけのオリーブ農園を持っています。でこのオリーブ農園で素晴らしいオリーブオイルを作ったり、そのオリーブを使ってクレンジングオイルを作りたいとか、そういったご当地のものを持っていたり、うちは米を生産していて、たくさんブランドの美味しいお米があります。でそのお米の良い成分を使った化粧水を作りたいということで、原料を自分自身が持っていて、他と違う、他よりもすごくうちのはいいですよ、だからその特徴を使った何かを作りたい、そういうパターンもあります。販路を持っているということで、全然違う業態であっても弊社は30万人の顧客様がいらっしゃいますというように、自社で顧客をたくさん持ってらっしゃる場合は、全然違う業態であったとしても、そのお客様に対して今回こんな健康食品作りましたとか、そういったことをアピールする場所があるので、顧客を持っていらっしゃるところというのは非常に強いです。結局作っても売り先がなかったら、もうそのまま在庫として残ってしまいますので、理想的なパターンではないかなと思います。
あとはですね、私がすごい企画を持っているということで、もうこの企画が当たらないわけがないっていうぐらい、もうこんなに素晴らしい企画も絶対売れるからぜひやってみようというような、まあ、企画力が素晴らしいということもあるかもしれないです。そして最後その他、まあ、その他と言ってしまえばもういろんなことが考えられるので、こういうことがありますよっていう例はちょっと難しいんですけれど、では今回私が化粧品を作りたい、健康食品を作りたい、どのパターンに当てはまりますかという中で、今回私はその他に入ります。それはこういう目的のためにこれから仕事をしていきたい、チャレンジしてみたいことがある。そこに化粧品や健康食品というものが重要な役割を果たすということで、そのやりたい目的とそこに必要だから化粧品や健康食品というのを作っていって、合わせて提案していきたいというのが今回の私の目的になります。ということで、例えば皆様が会社だったり個人だったりで化粧品を作りたいなと思いました。じゃあその次にはどんな化粧品にしようかというその企画を作っていきます。その化粧品はどんな特徴があるのか、ターゲット層は何歳ぐらいの方なのか、どういう悩みを持ってらっしゃる方なのか、値段はどれぐらいにするのか、販路どこで販売していくのか、エステサロンで販売するのか、ドラッグストアで販売するのか、通販で販売するのか、いろいろあると思います。そのようにその商品のブランドコンセプトを作ったり企画を作ったりしていきます。そして自社でその化粧品を作ったりする工場がない場合は外部に委託をしますので、メーカーを探していきます。メーカー選定なんですけれども、よく OEM という言葉が出てきます。オリジナルエクイプメントマニュファクチャリング、こちらはですね、販売はしたいけど作るノウハウや技術資産がない会社と、作ることができる会社間でお互いの弱い部分や強みを補う企業間取引の形態です。製造主は依頼主の要望を聞き、それに合わせた商品を開発、提案、製造します。化粧品業界だけではなく、あらゆる業界業種で行われている企業間取引の形態です。最近では流通業に強い会社さんが PB、 プライベートブランドを作ることもよく目にするようになりましたが、あれも自社では作らず OEM で作られています。今回私のパターンもこのようなブランドコンセプトで、このような化粧品を作りたいなということを企画して、でそれを作っていただける委託先、そこでやり取りをして商品を作っていきます。でもう一つ ODM というのもあるんですけれど、製品の開発から設計、製造までを行い、依頼者が販売すること、主にパソコン業界に多い生産方式の仕方です。 OEM との違いは、企画から開発を製造会社が行うところです。つまりアイデアから一緒に考え、企画や開発もしてくれるという方法になります。なのでどちらかというと、こちらは依頼主なんですけれども、相手のそのメーカーさんは、まあ、プロなので、もういろいろちょっと一緒に考えてくださいってお願いをする。で、向こうがこんなのどうですか、こういうターゲットどうですかということで、メーカーさんがいろいろ考えて、で、それで最終的に商品が出来上がって、その商品を責任持って販売していくのがこちらというパターンかなと思います。で、そこでですね、どうやって化粧品メーカーさんを探していくかということなんですけれど、例えばインターネットで探すということもできます。化粧品 OEM と検索すると OEM を受けてくださるメーカーさんが出てくるんですけれども、もしも全く今まで化粧品の開発をしたことがない方が探そうと思うと、どこに何を頼んでいいのか全くわからないんですね。どこの会社さんも書いてることがほとんど同じですし、何が強みか何が弱みかというところは、そこのホームページにはうちはこんなに素晴らしいですということが書いてあって、どこのメーカーさんもそれが書いてある分の中で、結局じゃあどこに電話かけようかな、どこにメール送ろうかなといってもなかなか難しいので、全く例えば化粧品作ったことないですという方がインターネット上で探すのはちょっとハードルが高くて難しいのではないかなと思います。次に一番多いのは展示会かなと思うんですけれども、幕張メッセやビッグサイト、インテックス大阪、まあ、こういったところでですね、まあ、今年は残念ながらいろんな展示会が全部なくなってしまって、私も4月にビューティーワールド3日間立つ予定だったんですけども、それもなくなってしまってちょっと残念なんですが、そういった展示会はですね、化粧品展示会や健康食品、食品、宝石とか、あらゆる展示会をやっています。で、そこで目的の展示会に行くと、例えば自分はこういう化粧品作りたいなと思っていた時に、その化粧品を実際にどこのメーカーさんに相談したらいいかなというのが、直接そこのメーカーさんのブースに行って名刺交換して、こういうこと考えてます、弊社はこういうことができますということで、いろんな話を聞くことができるので、そこで数社ピックアップをして、その展示会が終わった後また個別に会って相談して、いろいろこう進めていくというパターンが多いと思います。
顔も見えてますし、要望も伝えやすいですし、相手のメーカーさんがどういう会社かも分かるので、とても展示会はいいなと思うんですけれど、とってもいいメーカーさんが展示会にそもそも出ていないということもあります。あとは紹介を受けるということもあるんですけど、例えば私のように以前会社で商品開発部で化粧品開発してた経験がありますよ、なのでいろんなメーカーさんとお話もしてきて、いろんなメーカーさん知ってますよというような人に、今度化粧品作りたいと思うんですけど、どっかいいメーカーさん知りませんかって言われた時に、あ、そういったものであればここのメーカーさんのこの担当者さんおすすめですよとか、そういった感じで紹介をさせていただくことも全然できます。この方法ですと、自分が知っている方が安心してこの会社さんを紹介しますよということで紹介を受けれるので、割と安心して進めることができるかなと思います。で、今回第1弾として美容液を作ろうと今計画しています。で、その中でその美容液を作ってくださるメーカーさんたくさんあるんですけれど、私が今回選定した理由は、もともと以前から知っている会社さんでもありまして、前の会社では当然取引があった会社さんだったんですけれど、そのメーカーさんが展示会に出ておりまして、そこでいろいろ話をしてた時に、今まで聞いてきた内容と展示会で展示されていたものっていうのが全然違ったんですね。このメーカーさんってこんなに面白い技術というか、いろんな技術持ってるメーカーさんなんだというのを 4,5 年前にすごく展示会で衝撃を受けていて、いろんな化粧品会社さんがある中でも、その中でもやはり一つ心の中にずっとこう留まっていた会社さんでした。昨年ぐらいからですね、本格的に相談する会社をどちらのメーカーさんに決めようかなと思って考えていたんですけれど、年末ぐらいに一度大阪にそこのメーカーさんがあるので、そこに行って相談した時に、こういう化粧品を作りたいなと考えてますということをいろいろお話しした時に、あ、後藤さんって今度1月に幕張メッセで展示会私たち出展しますと、なのでそこに後藤さんまず来てください、それから作る作らないとかうちを選ぶかどうかは考えてくださいということで、年末に相談大阪でしてから、その次今年2020年の1月はまだ展示会があったので、その時にそのメーカーさんは展示をされていて、直接展示会の中身も見てお話もして、私がですねこういうコンセプトで商品を育てたい作りたいと思っていたコンセプトと、そこのメーカーさんが1年以上かけて企画をして展示会に出していた企画というのが思いが一緒だったんですね。なので、もともとここの会社さんでやりたいな、でもどうしようかなと思っていたことと、そこから数年経った今、じゃあ今度はどこに決めようかってなった時に、自分の思いとその会社さんの思いといろいろなことがこう重なって、そこで最終的に依頼をしますということで、今そこの会社さんといろいろ話を進めています。で、今の段階は化粧品を作ってくれるメーカーさんですね、思いを具現化してくれるメーカーさんと打ち合わせをします。自分はこういうことを企画提案で考えてますって、向こうはやっぱり化粧品のプロなのでいろいろ教えてくださいということで、こうしたらいいんじゃないですか、ああしたらいいんじゃないですかということをいろいろ教えていただきながら企画を練っていきます。そこで次に試作品ができてきます。例えばこういう感じで試作品の美容液、こちら中に入っています。中身も全然違うので、このようにちょっと粘度の高いものとこうサラサラっとしているものとかいろいろありますし、この段階ではどういう内容成分が入っているかとか、これはどんな技術を使われているのか、使い心地が大事なので、肌にのせた時に心地いいのか、ベタベタするのか、さっぱりしすぎなのか、その粘度をどう変えていくのか、あと香り、いろんなことでサンプルが上がってきたら、ここをこうしてください。またサンプルが次に上がってきて、ここをこうしてください。こういう感じで、このようなサンプルを3回、4回繰り返して、最終的に処方を決定していきます。そして資材、デザインということで、今回は美容液であってどんな容器にしようか、そして容器だけではなくてその外ですね、化粧箱、そういったものはどういうものにしようかということで、デザインや資材を選んでいきます。今5月3日の現在では企画を作って処方が決定して、その後容器も決定して、今はデザインと化粧箱ですね。化粧箱も紙質で全然値段が変わってきたりするので、どんな触り心地の紙質なのか、厚さはどうなのか、何色載せるのか、そういったところまで今行っています。これが全て整ってくるのがおそらく5月中5月末ぐらいに全部終わって、中身、美容液ですね、この中身と中身を入れる容器、そして化粧箱全部組み合わさった段階で
いくらになります、例えば500万です、1000万ですっていろんなその金額が出てくるんですけど、そのお見積もりをいただいて、そこで私が発注書を出してお願いします。そこから生産がスタートしていきます。ですので今月からまあ来月頭がですね、ちょうどそれぐらいに差し掛かっていくのではないかなと思います。でそこから先はですね、ではこの処方で美容液を作りました、これは試験がいろいろ行われるので、安定性の試験ですとか美容効果がどれぐらいきちっとデータが取れるかの試験、まあ、そういったいろんな試験をここから先行っていきます。もちろんここで×が出てしまうとまたやり直しになってくる場合もあります。あとは商標ですね、今回ブランド名をこういう名前にしようと思った時にそちらの商標をきちっと取っていかないとその作った名前などが使えないという場合も出てきます。ですので弁理士の先生に相談をするということも今進めています。このような感じでスムーズに進めば今年の冬かもしくは来年年明けに美容液が一つ誕生するのではないかなということで今ずっとですね計画を立てて進めています。ですので今回はですね、化粧品なんですけれどもどんな感じで進んでいって最終的にどういうふうにして仕上がるのかということをその時系列でですね皆様にちょっとご紹介していけたらなと思っています。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。